嬉しいですよね。嬉しいね。まあそうだね、正解してほしいと作った人は思ってるし、僕も正解して嬉しいし、みんなハッピーに正解して。何になるクイズだ。うん、うん、まあでも逆に不正解だったらそのジャンルよく知らないってことじゃないですか。そうだね。それ失礼じゃないかなと思ったんですよ。ということで今回は誤答したら1ヶ月禁止でーす。1ヶ月禁止。何よ。はい、でまあ、まず最初にクイズのジャンルを言います。はい、次にこのジャンルのクイズを出しますので、はい、書いてお答えください。正解したらおめでとう、ハッピー。まあ一正解ですね、うん、ありますけど、誤答したら1ヶ月そのジャンルのものが禁止と。禁止？ジャンルのものが禁止なの？より深まんないよそのジャンル。でも失礼だから。失礼だから禁止ってことで。そうそうそう。着替えさせていただきます。まあまあまあ正解すればいいんですよ。確かに正解すればいい。そう。さあ優勝も決めましょうということで、はい、クイズ全部やって一番正解数の多かった人が優勝。はいはい、両者全問正解が一番いい。まあ早速やっていきましょうか。はい、それでは参ります。まず一つ目のジャンルはオレンジジュースです。うそー、やめ、うそー、ほんとに、え、この人重みが違うから。そんなオレンジジュースに依存して。オレンジジュースに関する問題が出て、はい、誤答したらオレンジジュース1個飲めない。そういうことですね。なるほどね。はい、参ります。はい、問題。ある都道府県名が名前に使われているオレンジジュースのポンジュースを販売する企業は何飲料？まぁ、ちょっとヒント言いますと、まぁ、都道府県名を書くと正解になる。あー、あ、そうなのね。こうちゃんの自信あり。いや、これじゃな、え、これだよね。はい、それではこうちゃんオープン。愛媛。愛媛飲料。それでは福田さんオープン。愛媛飲料。よかった。はい、はい、それでは正解発表します。はい、正解は愛媛飲料。やったー、正解でーす。よかったね。これでまたね、オレンジジュース美味しくなりますね。美味しかったよ。これで2人とも正解です。1ポイント獲得です。1正解も獲得して。はい、はい、それでは参ります。2問目、ジャンルは二度寝。あ、二度寝か、やばい。じゃあ参ります。問題。第3幕で王子カラフが歌うアリア、誰も寝てはならぬも有名なプッチーニのオペラは何？やばい、俺。はい、やばいな。はい、勝ち。俺の天領でした。俺の天領でした。やばい、このままだと俺早寝早起きになっちゃうかもしれない。それでは悩んでいた福良さんオープン。ラボエール。はい、なるほど。はい、それではこうちゃんオープン。トゥーランドットですね。そうだったかも。ということで正解はトゥーランドットです。しかもこの冬。寒くなる時期ね。二度寝したくなる時期に行こう、どんどん。これで福田さんは二度寝1ヶ月禁止。やば。3問目参りましょうか。はい、じゃあ参ります。ジャンルはレジ袋。待って、レジ袋。本当に？レジ袋。まあまあまあ、でもエコバッグをってことね。はい、では参ります。問題。廃棄した後、微生物によって二酸化炭素と水に分解されるプラスチックのことを何製プラスチックという。ヒントですね、漢字3文字製プラスチックです。出ましたか。はい。はい、それでは福田さんオープン。いい分解性。なるほど。うん、こうちゃんオープン。生分解性プラスチック。いやね、俺漢字字になっちゃったの。生じゃないな、生で分解性、生分解性プラスチックだった気がする。正解は生分解性プラスチック。うわー、すごい。今度正解。え、ちょっと待って、やばいわ。じゃあやった。1回で全部禁止。ちょ、待って。環境にいいですからね。環境にいいからね。うわー、二度寝とレジ袋禁止か。結構ね、いい人だよね。なんかそのルーズな人の頼ってるもの全部そぎ落とす。はい、それでは続いての問題に参ります。はい、続いてのジャンルはキノコです。おう。違うな。どんな感じの作業。キノコ。いや、俺は嫌だよ。キノコ。いや、これね、福田さん厳しいと思いますが。いやー、これはきついね。もう俺今ガチでしたくて。問題に参ります。はい、問題。日本ではキツネや犬が主な感染源となっている
数年から十数年の潜伏期間を経て肝機能障害などを発症する寄生虫病は何症？え、これじゃない？え、でも俺さ、一生懸命考えるモチベーションがわかんない。それでは、ふかさんからオープン。はい、ふかさん、オープン。ベニテングタケショウ。はい。っていう、まあ病気あるかは知らないけど、ジャンルキノコっていう要素は全然なかったから、はいはいはい、まあ、答えに入ってんのかなと思って、病気キノコを書いたけど、まあ別にいいことでもいいかな。なるほど。はい、それでは、こうちゃん、オープン。エキノコックス。キノコ入ってる。あー、入ってるな。なるほどね。正解は、エキノコックス症。やったー、すごっしゃー。はい、こうちゃん正解です。なるほどね。っしゃ、これね、プラさん、二度寝とレジ袋についてキノコも禁止か禁止になってしまいました。実はね、あの、今までもキノコ禁止生活してた。継続すること、自分の意思で食べたいけど食べちゃった。そうそうそう、なるほどね。続いてのジャンルは、秘密です。終わったな。はい、秘密禁止？違います。いや、もうやらないよ。次の問題はですね、答えのものが禁止になります。あー、それも禁止されるでしょ。答え分かんなかった場合、予想外にしたいものが禁止になる。何を禁止になるか分かんないで一番怖い。それでは、問題。神奈川県川崎市のデパートにあるものが日本一短く、香川県丸亀市の遊園地にあるものが日本一長いといえば何のこと？それが禁止になるの。はい、この答えが禁止になるんです。俺はね、ただ出身だから普通に分かりますよ。最悪だー、まあ、状況がじゃくそう。で、ヒント言ったけど、うん、これ禁止はめっちゃきついめっちゃきついよ。それでは、まあ、じゃあ悩んでた、こうちゃんからオープン。電車。電車だから、電車不意じゃなくてやばいから。あ、万が一電車乗った時のために、時のためにもう、もうその、いろいろ考えても電車が不意じゃなくてやばいから。では、福谷さん、オープン。エスカレーター。嘘でしょ。嘘でしょ。デパート、そうか。うわそれでは、正解発表します。正解はエスカレーター。ということで、こうちゃん1ヶ月エスカレーター禁止。本当にめっちゃきついよこれは。バカきたくない？やば。それでは、はい、続いての問題になります。はい、ジャンル自己紹介。ね、え、自己紹介禁止されるの？今動画の自己紹介禁止ですね。あ、もうじゃあいないかのように扱われてると。もう存在を軽んじられるやつ。はい、それでは参ります。問題。動詞としては輪郭を描く、名詞としては横顔や人物紹介といった意味で使われる英単語は何？人物紹介という意味で結構カタカナとして使われますね。結構日常的に、ね、使う言葉ですよね。はい、終わった。はい、それではこうちゃん、オープン。 Facebook。 Facebook だから、Face が顔で、Book が横よ。なるほど、なるほど。横と意味がある。ザクラさん、オープン。プロフィール。なるほど。ちょっとぽいでしょ。プロフィール。はい、それでは正解とします。正解はプロフィールでーす。おー、よし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 。なんでこんなモテねえんだよ。いや、思いつくだろ。ということで、ね、もうこうちゃんこれから禁止ですからね、名乗らないでくださいね。そうだ、絶対名乗る。では最終問題参りましょう。7問目のジャンルは牛丼以外。ちょっとそれはダメ、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 それはダメ。おお、牛丼生活だ。それなんで山本はさ、俺とこうちゃんに牛丼を食べさせたがる。やばい。なんで、なんで一週間牛丼生活するのはこうちゃんね。どうぞふくらぴー。では参ります。ジャンル牛丼以外。問題。カラスという漢字の部首は鳥である。丸か×か。二択の問題ですね。え、牛丼以外。あ、ジャンルは牛丼以外なんで、もういろんなジャンルから。ふざけんなよ。おい、それはお前。カラスが牛丼じゃないから。そう、カラスという漢字は牛丼じゃないので。やばい、命かかってる、本当に。はい、それでは、こうちゃん、オープン。丸、鳥であると。はい、鳥だと。福谷さん、オープン。丸。
今日共に共に牛丼か共に解放されるから。バツだったら何の虫だったときに、まあ、烈火が思いつくんだけど、烈火って炎とか火に関係あるものに使われる虫だから、そう、それはね、成り立ちから考えたら絶対違くって。はい、それでは正解を発表します。正解はバツ。一問はこちら。あれ？あれ？何？え？あ、もう一問ありました。え？まあ、これで終わりでもいいですけど、まあ終わりします。もう。やっとこう。いや、もうなんかもう失うものはないからね。はい。ジャンル禁止。おお。なるほど。この問題正解すると禁止は禁止でなくなる。不正解なら禁止が禁止になるっていうのね、上書きされるので、これまでの禁止がすべてなくなっちゃう。できなくなっちゃうってことね。はい。行ったもんね。問題。ノーグッドを略したものである、してはいけないことという意味の言葉は何。まあヒント、アルファベット2文字ですね。これは今後食べられてるよ。ヒントいります。じゃあヒント1文字目はですね、 N です。ちょっとそういうのやめない。ラモンさんでいつもどういう気持ちでクイズに来てます。もう絶対負けないぞという気持ちで。なるほど。そこの同じ志を持った人がクラスマンですね。まあそうですね。クイズノットですからね。そうですね。そうだよね。じゃあ、回答はもう変更しないということで、正解は NG。NG と書いていれば、正解。なので、禁止は禁止じゃなくなります。ということで、罰ゲームはそのままですね。ただ、間違えていた場合、禁止が禁止されますので、罰ゲームなかったことになりますね。なるほど。それでは、参りましょう。回答、オープン。せーの。お、NG。え？今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。ということで両者残念正解。いやーそうだよー。あ、もうグッド G の D かと思っちゃった。だって N ってヒントまで聞いた。あれ俺大きいおかしな。だってもう無理無理禁止禁止となりまして、今回罰ゲームはなしということで、8問終わりまして、はい、こうちゃん4問正解、皆さん3問正解ということで優勝こうちゃんでーす。クイズの手をしたドッキリって感じですね。そうだね。いやはい、ということで今日はね、どうしたら禁止クイズやってきましたけども、山本さんのヤバさの片鱗が見えたという。皆さんもぜひ、自主的に一回牛丼とかやってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、チャンネル、お願いします。チャンネル、通知番ですね。